皆さん、こんにちは。このビデオは、みんなの日本語中級1第12課、文法のナンバー2です。じゃあ、始めましょう。まだ第12課の語彙と文法項目1を勉強していない人は、先にそちらのビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。チャンネル登録もどうぞよろしく。みんなの日本語中級1第12課文法項目の2では、間接受け身の1を勉強します。間接受け身は indirect passive という意味です。ここではまず、自動詞を勉強します。自動詞は intransitive verb です。例、昨日雨が降りました。私はずぶ濡れになりました。ずぶ濡れになりましたは、とてもとても濡れましたという意味です。昨日雨が降りました。降りましたの受け身動詞、passive verb は降られました。昨日雨に降られました。昨日雨が降りました。昨日雨に降られました。がは2に変わります。間接受け身は迷惑の受け身とも言います。迷惑、annoyance は troublesome。 受け身、passive。 主語、サブジェクトが悪い、影響、インフルエンス、エフェクト。例えば、迷惑や被害。迷惑、アノイアンス、or 被害、ダメージを受けたことを表します。昨日、雨が降りました。私はずぶ濡れになりました。そして、風邪をひきました。雨が降りました。その影響、インフルエンス、エフェクトで、私はずぶ濡れになって、そして風邪をひきました。そう、降りましたの受け身形は、降られました。昨日雨に降られました。昨日雨に降られて、ずぶ濡れになりました。そして風邪をひきました。がは2に変わります。もう一つ例を見てみましょう。私の犬が死にました。死にましたも自動詞です。犬が死にました。私はとても寂しいです。 feel lonely。 私は犬に死なれました。犬に死なれてとても寂しいです。死にましたの受け身形は死なれました。定フォームは死なれてとても寂しいです。この定フォームは理由、リーズンの定フォームです。犬に死なれてとても寂しいです。私は犬に死なれてとても寂しいです。もう一つの例を見てみましょう。あなたがそこに立つと、私は前が見えません。私は背が低いです。あなたは背が高いです。立ちますの受け身形は立たれます。あなたがそこに立つと、私は前が見えません。あなたにそこに立たれると、私は前が見えません。あなたにそこに立たれると前が見えません。受け身形はレッスン37で勉強しました。受け身動詞の作り方を簡単に復習しましょう。グループ1は、いが、あに変わります。取ります、取られます。グループ2は、ますを取って、られますをつけます。褒めます、褒められます。グループ3は、します、はされます。来ますは来られます。練習をしましょう。入ります、入
入られます。います。言われます。いは、わです。います。言われます。やめます。やめられます。死にます。死なれます。入院します。入院されます。見ます。見られます。来ます。来られます。泣きます。泣かれます。練習をしましょう。練習に、レイ、雨が降った。風邪をひいてしまいました。雨に降られて風邪をひいてしまいました。降りますの受け身形は降られます。定フォームは降られて。雨に降られて風邪をひいてしまいました。1番、妻が入院した。家事が大変だった。家事はお家の仕事、洗濯や掃除や買い物などです。家事が大変だった。妻が入院しました。私は家事をしなければなりませんでした。大変でした。疲れました。妻に入院されて家事が大変だった。入院しますの受け身形は入院されます。定フォームされて。妻に入院されて家事が大変だった。高校3年の時に父が死んだ。大学へ行くのを諦めました。諦めます。ギブアップ。お父さんが死にました。亡くなりました。ですからお金を払う人がいません。私は家族のために働かなければなりませんでした。ですから大学へ行くのを諦めました。高校3年の時に父に死なれて大学へ行くのを諦めました。死にますの受け身形は死なれます。定フォーム死なれて。高校3年の時に父に死なれて大学へ行くのを諦めました。3番、夜中に子供が泣いた。全然寝られなかった。夜中、midnight。夜中に子供に泣かれて全然寝られなかった。泣きますは泣かれます。テフォン、泣かれて。夜中に子供に泣かれて私は全然寝られなかった。4番、部下が急に仕事を辞めた。毎日残業しています。部下、サボディネート。部下が急に、suddenly、仕事を辞めた。ですから私は毎日残業をしています。オーバータイムワークをしています。部下に、がはにに変わります。部下に急に仕事を辞められて、毎日残業しています。辞めます。受け身形は辞められます。定フォーム辞められて。部下に急に仕事を辞められて、毎日残業しています。5番、レポートを書かなければならなかったのに、友達が来た。1ページも書けなかった。私はレポートを1ページも書けませんでした。レポートを書かなければなりませんでした。でも友達が遊びに来ました。そのせいで、because of that、私は1ページもレポートを書けませんでした。レポートを書かなければならなかったのに、友達に来られて1ページも書けなかった。レポートを書かなければならなかったのに、友達に来られて1ページも書けなかった。来ます。受け身形は来られます。テーフォーム来られて。レポートを書かなければならなかったのに、友達に来られて1ページも書けなかった。6番、留守の間に
泥棒が入った。銀行のカードや宝石を盗まれてしまったんです。宝石、ジュエリー、宝石。留守、留守はうちにいません。うちにいない間に。While I was absent, 泥棒が私のうちに入りました。泥棒が入った。銀行のカードや宝石を盗まれてしまったんです。A さん、どうしたんですか？ B さん、留守の間に泥棒に入られて、銀行のカードや宝石を盗まれてしまったんです。入ります。受け身形は入られます。定フォーム、入られて。もう一度 A さん、どうしたんですか？ B さん、留守の間に泥棒に入られて、銀行のカードや宝石を盗まれたんです。盗まれてしまったんです。どうしたんですか？留守の間に泥棒に入られて、銀行のカードや宝石を盗まれてしまったんです。7番。隣の人が騒いだ。全然できなかった。騒ぎます。Make a noise. A さん、今日テストだね。昨日の夜勉強した？ B さん、隣の人に騒がれて全然できなかった。全然勉強ができなかった。騒ぎます。受け身形は騒がれます。デフォーム、騒がれて。私は全然勉強できませんでした。もう一度 A さん、今日テストだね。昨日の夜勉強した？隣の人に騒がれて全然勉強できなかった。今日テストだね。昨日の夜勉強した？隣の人に騒がれて全然できなかった。8番。これも A さんと B さんの会話です。背の高い人が前に立つ。よく見えませんでした。背の高い人が私の前に立ちました。私はよく見えませんでした。A さん、祭りの踊りはよく見えましたか？祭りの踊りはよく見えましたか？ B さん、いいえ。背の高い人に前に立たれてよく見えませんでした。いいえ、背の高い人に前に立たれて私はよく見えませんでした。立ちます。立たれます。手本も立たれて。祭りの踊りはよく見えましたか？いいえ、背の高い人に前に立たれてよく見えませんでした。今日は以上です。お疲れ様でした。